はい、どうもパチオです。今日僕がどこに来ているかというとね、愛知県の蟹江町ですね。僕の対岸にあるのはね、これ川はね、日光川という川で、対岸には日光川ウォーターパークというね、公園があります。まあグランドがあったりとかね、その駐車場があったり、そんな感じですね。でここに何しに来たかっていうとね、大野城というお城の跡があるんで、それを見に来ましたということで行きたいと思います。大野城という城はね、多分この前に動画として上げてると思うんですけど、蟹江城という城がありまして、その蟹江城という城の市場にあたります。今ね、台風一過でとても風が強いんですけどね、まあ、おかげさまであんまり暑くないということで、なんでね、今日こうやって動画を上げ、撮影できてるかっていうとね、仕事が早く終わったんです。仕事が早く終わったんで、まあこういうことができるっていう、ちょっと幸せを感じつつという感じで、やっていきたいと思います。いや、さっきね、まあ、僕が歩いたんで逃げちゃったと思うんですけどね、カエルとかものすごいいましたね。いや、さすがに見つかんねえかな。いや、僕ね、こういう稲穂がね、黄色くなった時もいいんですけど、この緑の状態のね、あの田んぼってすごい好きなんですよね。いや、もう本当に、なんでね、こっち側をずっと映してるかっていうと、真正面にあった車が、僕の使ってる、車、車用車だからです。一応避けました。まあ、実はね、僕の動画には結構映ってるんですけどね。で、その城跡のね、もうこれしかないんです。城跡の日っていうのが、これもう大野城跡って書いてあるじゃないですか。で、この大野城跡の日がある。で、あと縦看板1個だけなんですよ。史跡大野城跡、大野城かっこ砦は戦国時代蟹江城の城の一つとして築かれ、天正12年4月、秀吉対家康の小牧長久手の戦いの前哨戦がこの地で起こった蟹江合戦です。時の大野城主山口重政は母を人質に取られながらも、徳川方に味方し、敵を撃破、徳川の天下取りの基礎を開きましたと。昭和54年に城跡に碑が建てられましたということで、まあ54年だね、僕が生まれた1歳とかの時ですね。まあ、2歳になるのかというぐらいの時期にこの日が建てられたということで、まあ、これだけです。もう周りね、ほんと田んぼと川とっていう、で住宅街からもちょっと外れ気味なという、こんな感じのところにポツンとありますね。まあこっちからね、南側になるんですけど、ほぼほぼ海に近かったと思いますけどね。まあそんな感じのところですっていうことで、短い時ですが、こういう風で終わりにしたいと思います。以上、パチオでした。バイバイ。